こんにちは、サーヤンです。今回は刀鍛冶編第1話やそれ以降の話について見どころや予測をしていきたいと思います。大きく分けて1話は原作何話分やるのか、残りの上限の鬼の声優は誰なのかなどの見どころについて、また今後のアニメ化についてこのあたりに触れていきます。それでは行ってみましょう。まずはテレビアニメ刀鍛冶編第1話は原作何話分やるのかについて考察していきます。直近の傾向としてはテレビアニメ遊郭編の1話が67話から70話までの原作4話分だったため、刀鍛冶編も原作4話分進む可能性があります。4話分の場合は第98話上限集結から始まり、第101話内緒話までの放送となります。ざっくり言うと、滝牛太郎が倒されたことによる上限会議から始まり、続いて住吉さんの記憶の回想とかまぼこ隊の復活、そしてなんやかんや刀鍛冶の里に到着し、甘露寺さんともいろいろあり、最後に霞柱時任無一郎が登場するところまでですね。仮に今まで通りアニメ1話に対して原作2話分だった場合、上限会議が終わって炭治郎が目を覚まし、カナオが目が覚めてよかったというところまでなので、かなり区切りとしては悪いですね。よって拡大版での放送となり、遊郭編同様4話分やるのではないかなと個人的には思っています。それでは第1話の見どころに移っていきたいのですが、なんといっても上限会議ですよね。中でも注目されるのはまだ明かされていない残りの上限の鬼たちの声優ですね。今のところ声優が分かっていないのは上限の1黒死坊、上限の4ハンテング、上限の5ギョッポ、泣き目、このあたりですね。ちなみに遊郭編ではダキが沢城みゆきさんで、牛太郎が大阪亮太さんでしたね。沢城みゆきさんは割と公表前から予想されていましたが、大阪亮太さんに関してはかなり予想外といった形でした。ドーマに関しては宮野守さんで、これは本当に大本命通りの配役といった感じでした。なので本当にどうなるかは不明なんですが、あくまで予想として考えていきます。まず上限の1黒死坊について、黒死坊は12鬼月最強の鬼であり、無惨からはビジネスパートナーとして捉えられています。他の鬼と違い部下という認識ではなくパートナーという認識となっていることからも、実力をかなり評価されているということがわかります。黒死坊の予想として上がっているのは津田健次郎さんや中村雄一さんですね。津田健次郎さんは呪術廻戦の七海賢人、中村雄一さんは同じく呪術廻戦の五条悟役ですね。どちらも強キャラを演じることの多い声優さんです。個人的には漫画で表現されている話すスピードの遅さ、これが圧倒的な強者感や威圧感を醸し出していたわけですが、実際に声になるとどれくらいゆっくりなのか、上限会議であの赤座を一瞬で黙らせる、その雰囲気の描かれ方に期待したいです。続いて上限の死ハンティングの声優予想について、ハンティングは常に怯えた様子を見せ被害者面をしている鬼です。無惨からの評価は普通、たまにうざく感じるが許容範囲となっています。常に怯えているのでイラッとすることもあるが、実力も申し分ないため結果的にそこまで興味を持たれていなさそうですね。候補としては山寺宏一さん予想が濃厚です。山寺宏一さんは新世紀エヴァンゲリオンの梶良治、ルパン三世の銭形警部などを演じられている方ですね。ハンティングに関しては首を切ると分裂し、本体の強脳に喜怒哀楽の鬼である赤土、辛く、うろぎ、哀絶、そして赤土が他の3体を吸収した増白天、最後に金の鬼という感じで最大7体になるんですよね。だからこそ七色の声を持つ男と呼ばれる山寺宏一さん予想が上がっているんですね。ただこれらの鬼を一人で演じ分けるのか、別々で声優さんが割り当てられるのかは気になるところですね。個人的には最大7体になってしまいますが、全員別々の声優さんになる可能性も十分高いのではないかなと思っています。根拠としては遊郭編でもダキの声は沢城みゆきさんでしたが、ダキの帯の声は伊藤静香さんとなっていました。つまり同じ鬼であってもその能力によって声優さんが分けられる事例もあるんですね。また長屋敷の3人娘である清、隅、奈穂などはかなり似たキャラクターですが、こちらも3人とも別の声優さんが演じられています。寺内清は山下七海さん、中原隅は真野あゆみさん、高田奈穂は桑原優希さんといった感じですね。つまりハンティングを構成する7体の鬼が全員別々の声優さんにより
演じられるということも大いにあり得ると思います。まあもしこの予想が外れて一人の声優さんが演じ分けるとなった場合でも、それはそれで演技力が楽しみですし、別々でも楽しみですし、どちらに転んでもかなり楽しみですね。続いて上限の5、ギョッコの声優予想について。ギョッコは目の位置に口があり、口の位置に目があるといった異形の鬼です。刀鍛冶の里では自身の血鬼術により生成した壺に殺した刀匠を詰め、それを芸術作品と称したりなど、どうまにも引けを取らないサイコパス具合です。無惨からの評価は壺が高く売れるのでありがたいと思われているみたいです。貴重な資金源ということでギョッコも重宝されていそうです。そして刀鍛冶の里編では霞柱時藤無一郎との絶戦を繰り広げます。絶戦では煽り性能抜群の無一郎に完敗していて、激しく取り乱しながら嫌悪感を催す強力な血鬼術を繰り出すなど、かなり特徴的な鬼です。その声は一体どのようなものなのか想像するのが難しい鬼ですよね。候補としては張さんや中尾流星さんが噂されています。張さんはワンピースのブルック役を演じられている方ですね。中尾流星さんはドラゴンボールのフリーザ役などを務められていて、悪役の印象が強い方です。正直ギョッコは個人的に声がかなり想像しづらいので、どんな感じで演じられるのか気になります。候補はどちらもビッグネームですし、情報公開が楽しみですね。最後に泣き目の声優予想について。泣き目は血鬼術により無限城を生成し、毎回無惨のパワハラ会議の会場をセッティングしているわけなんですが、それ以外にも探知探索も得意としています。最終決戦前に産屋敷家を発見したのも泣き目の血鬼術によるものでしたが、その能力の便利さから無惨からは大変気に入られています。候補として考えられるのが林原めぐみさんや井上菊子さん説があります。林原めぐみさんは名探偵コナンの灰原愛やエヴァンゲリオンの綾波レイを演じられている方です。井上菊子さんは蔵などの古川さなえなどを演じられています。どちらも落ち着いた大人の女性の声から可愛らしい声まで演じ分けられる方なので、泣き目にぴったりな演技もできそうなイメージがありますね。また上限の鬼ほどは注目されていないですが、原作の99話誰かの夢に登場する住吉もまだ声優が確定していないキャラクターとなります。特にネットで候補とかが議論されているわけではないのですが、このあたりも注目したいポイントだと思います。続いてちょっと前に物議を醸した甘露寺さんの入浴シーンについても触れていきたいと思います。このシーンはですね、鬼滅の刃の作中でおそらく一番露出度が高い描写になっていると思いますが、実はこのシーンちょっと前に炎上したんですね。内容的には女性蔑視と捉える人が絶対にカットしてほしいと主張していて、それ以外だと原作に忠実にアニメ化してほしいから絶対にカットしないでほしいという主張で議論になっていたみたいです。またこの論争には炭治郎や玄弥の入浴シーンだってあるのに、それは問題視しないで甘露寺にだけ反応している時点で性差別といった反発の声も上がっています。ただこの炎上についてはそもそも作られたものではないかという説も上がっているんですね。実は入浴シーンをカットしてほしいというツイートなどはほとんどなかったみたいで、メディアによって作られた炎上という可能性が非常に高いみたいです。このようなニュースは基本的に情報サイト的なところに掲載されることが多いのですが、情報サイトの運営目線で言うと、なるべく多くのアクセス数を集めて広告収入を得るということをしたいんですね。そういった場合にこのようなある種フェイクニュースとまではいかないまでも、かなりグレーな表現をして炎上を装い話題を集めてアクセスにつなげるみたいな手法で収入を得ている可能性が高いですね。今回の刀鍛冶編以外の例を取り上げると、遊郭編が放送される前のことを皆さん覚えていますでしょうか。吉原遊郭を取り扱うこと自体が子供に悪影響なんじゃないかと主張する人が炎上を起こし、悪影響はないと主張する人との間で論争が繰り広げられましたよね。確かに堕姫の服装も露出が多い描写もありましたし、遊郭という性質上そのような懸念をする人も一部いるのかもしれないですが、正直個人的な所感で言うとほとんどの人が気にしていなかったような気もします。やはりメディアのアクセス稼ぎ的な目的で、この遊郭編に関する炎上も作られたものであった可能性が高いなと思います。実際に遊郭編が放送されてからは一切そのような話題は出てきませんでしたよね。
ね。なので正直ほとんどの人が問題視していない気がします。ということで刀鍛冶編に関しても、今後もしまた炎上みたいなニュースが出た際もそこまで心配しなくてもいいのかなと個人的には思っていますね。続いて甘露寺さんの歌について、1話が原作4話分だったと仮定すると101話の内緒話までの放送になるのですが、その場合甘露寺さんが歌を歌うシーンも放送されるのではないかと思います。実はですね、この何気ない歌はミヤさんミヤさんという歌で、実際にある歌なんですが、とんでもない伏線が隠されている歌なんですね。この歌に関する考察はこちらの動画で詳しく解説しているので、気になる方はぜひ見ていただけたらと思います。これは現時点で確認した限りだと誰も触れていない考察となっているので、より詳しい情報は動画の方で確認してもらえればと思います。ということで1話の見どころについて触れていきました。続いて放送開始日について、この動画を出した2022年3月時点では最新情報はアニメ化が決定しているということのみになっています。この発表があったのが2月13日遊郭編最終話放送後の映像でした。遊郭編のアニメ化が発表されたのも2021年2月の鬼滅祭オンラインでしたが、実際に放送開始したのは12月でしたよね。ということで今回2022年2月にアニメ化が発表された刀鍛冶編も2022年のうちに放送開始される可能性が高いと考えられます。ただ今回の発表の場合は遊郭編の時と違い年内放送決定というわけではないので、2023年の頭頃の放送開始になる可能性も残っていますね。ですがこの放送開始日については2022年4月16日17日に開催される鬼滅祭アニメ3周年記念祭にて最新情報が公開される可能性が極めて高いです。現時点でもう3月なので最新情報が公開される日も近いですよね。一緒に楽しみに待ちましょうか。ということで刀鍛冶編に関する話題を一挙に触れていきました。皆さんの上弦の鬼の声優予想や放送開始日予想などをコメントしていただけたら嬉しいです。まだの方はぜひチャンネル登録をして今後も一緒に鬼滅の刃を楽しんでいきましょう。それでは次の動画でもお会いしましょう。またね。